長岡市悠久山の球場は、新潟県長岡市に所在する野球場である。施設そのものは長岡市が所有しているが、施設の運営、管理は MCM フェニックスグループを指定管理者として管理委託を行っている。場内1949年7月、中越地方の越郡住み吉村から長岡駅南神原郡三つ町を経由して、 腰郡栃尾町を結ぶ京弁鉄道を運行していた、栃尾鉄道線が、電化完成後の沿線開発と誘客を目指し、南側の終点にあたる UQ 山駅前に開業させたのが、UQ 山球場の期限である。8月に、社会人野球のオープン戦を開催して小倉落としし、翌1950年から1955年の間には、プロ野球公式戦も開催。 セリーグ8試合、パリーグ2試合が開催された。しかし、地方都市で、さらには、雪国という地理条件もあって、球場の経営状況は好転せず、土地を鉄道が、長岡鉄道、中越自動車と合併して、越後交通となった1960年を、愛前後して球場は廃業。跡地は、県営長岡水泳競技場の建設用地となった。 悠久山の球場がなくなったため、長岡市内で行われる高校野球の公式戦は、各高校のグラウンドなどで開催されてきたが、著しく不便であったため、新たに市営の野球場を整備することとなり、1967年5月に、現球場が有給サ山プールの裏手に開場した。竣工当時は、両翼90メートル、中堅120メートル、 スタンドの収容人数は13,718人。以来プロ野球、高校などの公式戦が開催されており、全国高等学校野球選手権、新潟大会においては、新潟市中央区の鳥屋の運動公園野球場と、共におおむね各年でメイン開催球場となり、開閉式と準決勝以降の試合を実施していた。数度の改修を経て2001年には、 両翼98メートル、中堅122メートルと拡張され、アマチュア公認企画を充足するフィールドとなった。ただし拡張に伴い、収容人数は8218人と減少している。スタンドが小さく、老朽化も進むなど設備も陳腐化しており、プロ野球の公式戦は1996年6月8日の近鉄バファローズ対西部ライオンズ11回戦が、最後、 二軍戦は、フィールド拡張が行われた2001年から2008年までの間、読売ジャイアンツ主催のイースタンリーグ公式戦が、毎年5月もしくは6月に1試合、三条市民球場との2連戦形式で開催されていた。2004年10月23日に発生した新潟県中越地震で、スタンドと、 フィールドに被害を受けた影響で2005年8月いっぱいまで震災復旧工事が行われ9月1日から教養を再開した。また2007年に発足したベースボールチャレンジリーグの新潟アルビレックスベースボールクラブが主催公式戦の一部を開催している。2008年から長岡市内に活動拠点を移転したのに伴い同年シーズンは開催試合数が増加した。 2013年以降は、毎年最高い最球場となっており、特に、新潟、長岡、三条以外での開催を絞った2014年には37試合中15試合を開催した。新潟が独立リーグ日本一となった2012年のグランドチャンピオンシップ第3戦もここで行われている。かつて波行楽地としてもにぎわっていた長岡、市街地東側の丘陵地のふもと、 住宅街の南側に位置している。積雪地という立地条件もあって、フィールドの暗挙が積雪の重みで詰まってしまい、他の野球場と比較して早期に水はけが悪化してしまうという難点がある。このため、長岡市では、おおむね5年に1回のペースで定期的に暗挙の回収を行っている。2011年7月から教養を中止して、 前述の暗挙回収と合わせて、スコアボード改築なども含めた回収事業を実施し、2012年4月から共用を再開した。なお近年、利用者からは照明の増設やトイレの改修など、陳腐化が著しい場内設備の拡充、改善を求める意見がしばしば寄せられているが、市側は照明設備について、周辺環境への配慮から設置は、 難しいとした上で、施設そのものの老朽化等の問題から、新施設を市内の別の場所に整備すべきとの意見があることなどを踏まえて、現在の悠久山の球場をどの程度まで整備する隔離していると現状を説明している。一郎初本塁が後、悠久山の球場、電磁式スコアボードに、新潟朝日新聞、一郎選手の初ホームランは、 有給山の球場長岡市広報課ブログ2012年7月20日、AB、越後交通東長岡、営業所通有給山の球場、越後交通東長岡、営業所通有給山の球場、2019年6月19日閲覧。ありがとうございます。